高田商会本店、同銀座販売店、大阪支店。1908年頃、株式会社高田商会は、日本の兵器機械商社である。日清、日露戦争期に急成長し、総合商社としてはともかく兵器機械商社としては、大倉組と並んで、三井物産を盛り上がしていた。高田商会の創業者は、高田新三である。 高田は1870年から築地居留地、ドイツ商館の輸入商であった、アーレンス商会に勤務し、同商会から、ベア商会が独立すると、同商会の番頭となった。明治初期における、日本の貿易は、外商と称されていた商館による、独占状態にあり、こうした状況を改めるべく1880年、三条、耳大常大臣により、政府機関が、 外国製品を調達する際には法人による貿易会社を優遇するようなたつが出された。このことによるベアの日本での商売断念により、高田がベア商会の証券を買い取って1881年1月に資本1万5千円で高田商会が設立された。出資は日本人の分は高田は3分の1のみで、残りはアーレンス及び、 ベア商会店員であったジェームズ・スコットであったが、この出資比率は秘密にされ、内省として設立された。その後、アーレンスとスコットの死去により高田の個人経営となる。高田商会は、兵器機械などの輸入販売業としては、業界トップとなり、1894年の日清戦争では、軍需物資を扱って、巨額の利益を上げた。 1897年頃にアームストロング社の1897年にはウェスティングハウス社の日本代理店となった。1897年のヤワタ製鉄所建設の際には設備を納入。1903年に開催された内国官業博覧会に自動車部品を出品。その後自動車や自動車部品の輸入、販売を手掛けるなど、 次第に総合商社として、業用を拡大していく。日露戦争時には、戦時金製品の輸入や証工作にも関与した。1907年12月、合資会社へ改祖。資本金100万円。創業者の高田新三は、汽車製造や細装鉱山への資本参加も行い、同鉱山は1911年には、高田鉱山と改装、改祥。 1918年には、高田鉱山、株式会社を設立している。1912年、高田晋三は社長を退き、大島鎌吉が社長となる。1918年、製鉄所社員への贈賄事件により、副社長と理事が収監され、1921年には、創設者の高田晋三が病死、さらに、 1923年の関東大震災により、社屋が倒壊し商品を消失した損害に加え、為替差損なども、相まって1925年2月経営破綻、整理会社となる。その後同社の整理案が策定され、同年8月1日には新会社の株式会社高田商会が設立され営業を開始。それは、同社の関係者に、 第二次高田商会と呼ばれていた。それも1963年尾面実業に吸収されたものの、同年高田商会関係者により、第三次の株式会社高田商会が設立され、現在も機械専門商社としてその名は存続している。関東大震災により倒壊した本店の概要を列記するならば、以下の通り。日本軍事関連産業史。 73、91ページ、日本軍事関連産業誌、74ページ日本、軍事関連産業誌、76から77ページ、AB 日本軍事関連産業誌、77ページ、日本軍事関連産業誌、77から78ページ、日本軍事関連産業誌、78ページ日本、軍事関連産業誌、75から76ページ、日本軍事関連産業誌、 88から89ページ、AB 日本軍事関連産業史、90ページ日本、軍事関連産業九93ページ明治、大正期の代表的機械商社高田紹介。白王大学論集9、51から108ページ、1995年3月白王大学、明治、大正期の代表的機械商社、高田紹介。白王大学論集10。 139から191ページ、1995年12月白王大学、高田商会とウエスチングハウス社、1920年代、太平組合体制、その破綻小学論集59、183から210ページ、1991年3月20日、福島大学経済学会高田商会の画会、明治大正実は前週。第5巻。 伊藤智雄平凡社1930。ありがとうございます。